心はゆるっと、しつけはシャキッと、しつけ大好き山宮ひろこです。こんにちは。さあ、ようやくお着物の着付けになりました。お着物の着付け、まずは腰紐ですよ。今日は腰紐。みんな、後ろの背縫いってどうしてる？後ろの背縫いを真ん中にしようの着付けです。その腰紐、ここで覚えちゃってください。それでは、行っちゃうよ。すべての着付けは、浴衣も男物も女物も訪問着も留め袖も振袖も花嫁さんも、全部これは基本の着です。これ最初にできてないと後で大変です。まずは自分は真ん中に立ちます。そしてこの襟合わせって絶対真ん中っていうのはお約束だから、ここにまず立ちます。伊達襟の付け方なんていうのは別のところでやってるから見てみてね。そして襟付け、襟付け、とも襟のとこですね。このとも襟のところ、襟付けと襟付けをしっかりここで合わせてください。そして、こう合わせますね。これが、こっちだったり、こっちだったりとかしたら、背縫いが真ん中でないということだから、ここをちゃんと真ん中かなって、確認です。そして、真ん中だと思ったら、合わせて、ずっと下まで合わせます。そして襟先までちゃんと合わせて真ん中に立つ。そうしたら、ここ、真ん中。後ろに背縫いが真ん中のはずです。だいたい、長い着物だったら一手分よりちょっとあるし、短い着物だったら一手分足りないくらいのところを持って、わにゃわにゃわにゃって奥身の線まで指で行きます。そして四指で奥身を感じたら、しっかり腕の下で、持ち上げて、ここでもちゃんと合わせて真ん中に立ちます。ここで真ん中で、この襟先が合っていたら、絶対後ろは背縫いが真ん中です。さあ、どうでしょう？真ん中です。そしたらこの時、ストンと床につく長さにしてあげます。そして、持っていた前をしっかりピタッとお尻につけてあげてください。立ってお尻についたら、前に行って、ここでも真ん中、お嬢様と見つめ合います。そして、そーっと広げて中を見てみてください。脇縫い、また、右と左で同じとこにあるかなって確認して、大丈夫って思ったら、下前は床を掃除してきますよ。床を掃除してきて奥まで入れたら、そこで少し上げます。つまを上げて、手のひらを返して、手のひらを体側にして、ずっと奥まで巻きつけます。返す必要はないです。ずーっと巻きつけたら、上前を重ねてくるんですが、上前はやっぱり上がってしまわないように我慢して、床を掃除気味に床を、できるだけ長さをキープして、しっかりと確認します。脇縫いは床につくくらいの長さがあっても構いません。奥身はお嬢様の親指の付け根、足の親指の付け根に行きます。そして、この時、腰紐をする場所、横に立ち、紐を平らにして持ってきて、この脇縫いから少し、離れた2センチぐらい後ろのところ、つまんで、4指で、1、2、3、と返して、脇でしっかり締めましたよ。脇で締めたら、同じところを通ってきます。そして、1周目の紐。までかける。2本まとめて、2回からあげて、ここにあるとゴロゴロしちゃうから、これをぐーっと脇のへこんでいるところまで持ってきて、
片鼻結びをしてこの紐をかけましょう。大きな結び目にならないように注意します。そしてこの時奥身の線が床からまっすぐ立ち上がる。脇縫いも床からまっすぐ立ち上がる。それを意識してみてください。そして後ろの脇縫いも真ん中にある。それを確認し、少しできているシワを左右に振り分けてあげて、お尻をピタッと処理します。この背縫いが真ん中であるためには、脇でタックを取って整えてあげることが必要なわけです。そしてそうしてもできるだけ脇縫いが後ろに倒れすぎないように調節しながらタックを一度だけでなくてもいいですよ。一回二回に分けて取ってあげてもいいと思います。できるだけ縫い目は床から垂直にしましょう。今日は背縫いを後ろで真ん中にする腰紐やりましたよ。腰紐を後ろで真ん中にするためには脇でタックで調節してあげること。実際身幅がとても足りないようなお嬢さんだったらそれは難しいと思います。脇縫いが前に行ってしまうということですよね。身幅が足りないからということは自然に後ろの背縫いも真ん中ではいられません。でも少し身幅に余裕があったり大きな着物を着る場合、そんな時はタックを取ってあげて背縫いが巻きつきすぎないように真ん中にある、身幅が巻きつきすぎないように真ん中にしておいてあげる。それでも前が一枚絵になる綺麗に脇が脇で収まっていたらそれがちょうどいいと思います。そんなことも意識してあげるのがプロの着付けです。さあどうですか、今までどんな風に脇縫いや後ろの背縫い処理してましたか？できたら背縫いは真ん中、脇縫いもまっすぐ、奥身線もまっすぐになっているのが理想的ですよね。ぜひぜひ今度からそんなことも気にしながら腰ひも練習してみましょう。というわけで今日は大事な大事、着物の着付けの要、腰ひものお話でした。さあ皆さんこんなことも考えながら練習しましょうね。ここで皆さんに元気注入してバイバイです。いくよ、元気注入。腰ひも頑張って100万回練習して。